こんにちはは谷口太郎でですす本日はラジコン修理中という <laughs> Vlog なんかね子供のラジコンがね全然動かなくてだいぶ昔に買ってねちょっと昔すぎて子供が小さすぎてね結局使ってなかったんですけど最近なんか遊びたいのにいざね子供が遊べる年齢になった途端この車全然動かないからねで分解してみたら あのモーターの付け根が断線してました。で、えー、せっかくなんで違うモーターに変えようと思いまして、これです、これ、タミヤのモーター。これ、すごいんだよ、これ。低回転モーターっていう、あの今までね、あのプラレールをレブチューンモーターとか、速いモーターに変えて遊んでたんですが、これ、遅いモーターっていうのが売ってるんです。これ、早く見つけたかった。最近見つけたんですけど、もうちょいね、子供が小さい時に見つけてればね、いろんなおもちゃ、遅くして。 遊びやすくできたんですけど、まあ最近見つけまして、せっかくなんで変えてみようと思ったら、なんかね、ピニオンギアが金属製で取れねえ。ただね、この低回転モーターはね、ピニオンギアが付属してるんですよ。ら多分これつければ使えるんじゃないかなと思って、だからこれつけて、つけてみようと思います。で、今、ハンダごて温めてる。温めてるのに撮影してんじゃないよって感じだけど、まあちょっとハンダしないと無理ですね。ハンダがもう取れちゃってるんで。ということで、 えー、ちなみにこれ、昔の職場でもらった、あのなんか、廃棄予定か何かのハンダゴってもらったやつなんで、なんか謎の懐かしハンダですね。まあいいや。じゃあ、やろう。てことで、古いモーター外して、ピニオンギア取れなかったので、付属のピニオンギアをつけて、なんとかハンダゴって作業終わりました。ハンダできました。いや、結構なんか、 まあなんとかなったな。ちょっと難しいっすね。このラジコン、ちょっとね、直すの難しいっす。まあ直りました。多分よし。結構スピード出るな、これでも。低速モーターですけど、十分速いです。直 <laughs> りました。走るよ。こ感じ。 壊れもともとどれぐらいの速さだったのかわかんないですけどじゃあ直りましたってことで以上です。バイバーイ。